ドンコサック軍、ドンコサック軍とも、二十世紀にドンコサックは、軍役の他に、警察業務を担当していたことから、体制派、帝政派の支持者、民衆の弾圧者、また革命への反逆者というイメージが強く、形成されてきた。日本語文圏内では、ドンコサック兵、ドンカザーク軍、ドンカザーキ軍、ドンコザック軍などとも書かれる。いずれも、訳語の問題であり、 意味するものは同じである。その他、ロシア内戦期に関しては、白ドンコサック軍という意味であるが、ドンコサック軍が白軍として、ドン軍に参加していたため、このような名称で呼ばれた。一方、ソビエト勢力に加担したコサックは、赤コサック軍と呼ばれ、ソビエトに降伏したドンコサック一部は、赤ドンコサック軍となった。16世紀にドン川流域は、 様々な遊牧民や土地を持たない人々、各地の圧政を逃れてきた人々を引きつけた。こうした人々は、次第に共同体を構成していき、広く、コサックと呼称されるようになった。彼らは武装した集団も形成し、狩猟など、生計のほか、オスマン帝国やクリミア半国との武装党に明け暮れ、優れた乗馬能力や武力を磨き、それを傭兵として売るようになっていく。 ドンコサック軍は16世紀にドンコサックの軍事組織として成立した。名称は根拠地を流れるドン川に由来する。当初はモスクワ大公国やロシア帝国に対する反乱を起こすことも場しばあった。ラージンの乱、1670年から1671年、1707年から1709年、プガチョフの乱。 1773年から1775年はミナドンコサックによる放棄である。しかし、次第に帝国の体制に組み込まれていった。ロシア皇帝ピョートル一世在位、1682年から1725年、1721年から1725年によって推し進められた組織の改変に反発し、ドンコサック軍はウクライナの平地マン、 イヴァン・マゼーパと結ぶなどして、ピョートルに対して敵対行動を取った。ピョートルに敗れた後、ドンコサック軍の一部は1737年からオスマン帝国へ逃亡を始め、クバーニ地方に今日構えるようになった。その後、一部はルーマニアに組み込まれた。一方、ロシア帝国領内に泊まったドンコサック軍は、ロシア帝国から認められた南ロシアから東ウクライナの一帯。 現在のロストフ、ボルゴグラード、ルハンスク、ドネーツク、ボローネシュ、カルムイク共和国一帯をテリトリーとしていた。この地域は、帝政時代にはドン軍艦州と呼ばれ、ドンコサックは皇帝中世を近い軍務に就く代わりに、この地方での一定の自治を認められていた。中央集権の強いロシア帝国では、このように自治権が認められることは極めて稀あった。そのため、 ドンコサックは半ば特権階級と化した。ドン軍監州の首都はノボチェルカススクに置かれた。弾圧行動としてよく知られたのは、ロシア第一革命中にオデッサで起きた戦艦ポチョムキンの反乱で、ドンコサック軍が市外において民衆の武力弾圧を行い大勢の死傷者が出た。ロシア帝国のドンコサック軍は、ロシア帝国の軍隊として働き、 数々の戦争に参加した。ロト戦争やクリミア戦争での活躍が知られる。また、祖国戦争でも7万のドンコサック兵がナポレオン軍と戦った。第一次世界大戦中の1916年には、ドンコサック軍は150万の兵力を誇り、帝国内で最も強大な軍事組織の一つとなった。ロシア革命後、ドンコサック軍は白軍中最大の勢力となり、 ラーブル・コルニーロフの指揮の下赤軍に大きな損害を与えた。しかし、1918年には祖国を追われることとなった。その後もドン・コサック軍はドン軍として南ロシア軍内で活動を続け、組織を維持した。その後、白軍の敗北により、ドン・コサック軍はトルコへ亡命した。この亡命の道は、 旧来ロシア帝国に追われたロシアやウクライナのコサックたちのたどった道であった。ドンコサック軍は1962年までトルコに居住し、その後は帰国の許されたロシアやアメリカ合衆国へ移住した者が多かった。現在はロシア連邦国内のかつての居住地に一部のドンコサックが従来のような自治権を持って居住している。ドンコサック軍に対しては しばしば否定的な評価がなされてきた。一般に、コサック集団は正気には、帝政時代に押し進められた民衆への弾圧や、農民の濃度化から逃れるための受け皿としての、性格があった。これが度重なるロシア帝国への敗戦の後、次第に、体制側へ転換していき、19世紀には逆に、弾圧する側の軍事組織と変貌した。ドンコサック軍は、 その代表格であり、しばしば武力をもって民衆の生命を脅かしたため、多くの人々から恐れられ、忌み嫌われた。だが、その背景には、ロシア人のコサックに対する差別もあった。ドンコサックが弾圧側の代表となっていった背景には、しばしばモスクワを脅かした強大な軍事力と巧みな政治力によりうまく、体制側に取り入り、生き残ってきたという経緯があった。 これに対し、同じく大きな勢力であったザポロージャコサックやヤイクコサックなどは他の道を探った結果軍事的、政治的な敗北により滅ぼれていった。ドンコサックにはロシア帝国の体制側に取り入ることより他に生き残る道は残されていなかった。ロシア内戦期にもドンコサック軍は皇帝への忠誠を守った。その結果、 ボリシェビキとの戦争で赤軍に敵対し、ソ連時代には悪役の代表格として嫌われた。ソ連中期にはロシア国内への帰国が認められ、ソ連末期にはその名誉の回復も進んだが、現在でも一般に嫌われる傾向は薄まったとは言えない。また、コサックの国家を辞任する人の多いウクライナでも、ドンコサック軍は悪いロシアのコサックというレッテルを貼られ、 嫌われる傾向が強い。逆に、ドンコサック軍に関係する人々の間では、自らがドンコサック軍の一員であることは強い誇りであり、現在もロシアの一部で伝統や習慣に基づいた独自の生活を送っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。